神里和樹は横浜 DNA ベイスターズに所属する沖縄県島尻郡ハイバル町出身のプロ野球選手、宇藤左田。いわゆるスポーツ一家の第二子として出生。小学校3年時までは軟式野球と陸上競技を掛け持ちしていた。自身の意志で小学校4年時から野球に専念。南星中学校在学中のポジションは内野手であった。 沖縄県立糸満高等学校への入学後に公式野球部で外野手へ転校すると2年次の秋からレギュラーに定着した。3年次夏の第93回全国高等学校野球選手権大会でチームを史上初の全国大会出場へ導いたが、初戦の英明高等学校戦に1から4で敗戦。1番中堅手として出場した上里も 松本達也から無安打に抑えられた。公式野球部の一学年先輩に、急告無く進むがいる。中央大学への進学後は、一年春から、ベンチ入りを果たすと、四年時には首相に就任。東都大学野球では、四年の周期リーグ戦で、外野手として、ベストナインに選ばれた。在学中は、一部リーグ戦へ通算で91試合に出場。 307打数73安打、日本塁打、28打点、10盗塁を記録。当時から NPB 球団のスカウトに注目されていたことを背景に4年生だった2015年の秋にプロ志望届を日本学生野球協会へ提出した。しかし、その年の NPB ドラフト会議でどの球団からも指名されなかったため大学卒業後に 日本生命へ入社した。日本生命では1年目から1番打者として公式戦に出場。2年目の2017年には社会人野球日本代表として第28回ブファアジア選手権大会でチームの優勝へ貢献するとともにベストナインと打点王のタイトルを獲得した。2017年の NPB ドラフト会議で 横浜 DNA ベイスターズから2巡目で指名。契約金7500万円、年俸1250万円という条件で入団した。背番号は8で、入団後には外野手として社会人野球ベスト9に選ばれた。2018年3月25日、横浜スタジアムにて2018年、春季キャンプのスタートを1軍で迎えたが、キャンプ中に、 右原射巾の炎症を発症。一時は2軍に回ったものの、1軍監督アレックス・ラミレスの方針で、キャンプ後のオープン戦へ、積極的に起用された。オープン戦で好調だったことや、前年までの西武抑手、梶谷隆行が出遅れていたことなどを背景に、公式戦の開幕を1軍でスタート。 3月30日に横浜スタジアムで模様された東京をヤクルトスワローズとの開幕戦では7番右翼手としてスタメンに起用された第3戦で公式戦初投類を記録したことを皮切りに投類数で一時セリーグのトップに立つほどの迅速でチームの開幕ダッシュに貢献4月12日の対読売ジャイアンツ戦では公式戦初本塁打を 大竹博からの初回戦闘打者本塁打で記録した。NPB 球団の新人選手が一軍公式戦の初本塁打を初回戦闘打者本塁打で記録した。事例は史上11人目だが同リーグの発足後に巨人が関与する公式戦では初めてである。しかし、その後は打撃の調子が下降。梶谷に加えて、 内野手登録のネフタリソトが外野を守る前提で1、軍に昇格した5月中旬以降は、1軍に帯同しつつもスタメンから外れる試合が続いた。6月には、1番打者としてスタメンに復帰すると、セリーグ打者部門の月間 MVP 候補に上げられるほどにまで打撃が復調。しかし、8月12日の対阪神タイガース戦2回裏の打席で、 自身と同じ新人の馬場孝介から右足甲の外側に指揮を受けた。そのままダイソーを送られると、翌13日に出場選手登録を抹消。抹消後に右足甲の骨折が判明したため、実戦へ復帰できずにシーズンを終えた。一軍公式戦には通算で86試合に出場。打率、251、5本塁打、21打点。 15盗塁という成績を残した。2019年、前述した故障が言えたことを背景に、一軍公式戦の開幕から一番中堅守として再びレギュラーに定着。聖パ交流戦では最終規定打席へ到達するとともに、チームトップの打率303を記録した。このような活躍を背景に、 オールスターゲームにもセリーグの監督推薦選手として初出場を果たした。レギュラーシーズンの後半戦は不調で、中堅守として、梶谷、タ坂聡、桑原正幸の後陣を排する機会が増えたが、一軍公式戦全体では123試合の出場で打率。279、6本塁打、15盗塁をマーク。チームがシーズン2位で進出した。 クライマックスシリーズでは、阪神とのファーストステージ全試合に、一番、中堅守として、スタメンに起用されると、通算打率、429、オプス、929と奮闘した。2020年、オープン戦で打率が、182と振るわず、入団後初めて、レギュラーシーズンを2軍でスタート。開幕2週間後の7月5日から1軍へ、復帰したが、 開幕から梶谷が一番中堅守として好調なことから復帰当初の公式戦には主に代打や守備要員として起用されていた。8月上旬からは一番右翼守に回った梶谷とのコンビで二番中堅守として出場。11月14日の読売ジャイアンツでは田口玲斗から逆転サヨナラダを放ち3打点と活躍し、 アレックス・ラミレス監督の最後の試合を勝利で見届けた。一軍公式戦全体では80試合の出場で、3本塁打、7盗塁にとどまりながらも、打率、出塁率、超打率、オプスはいずれも入団後最高だった。そう、こう、主3拍子揃った外野手で、50メートル走で5秒8のタイムを、手動計測で記録したほどの瞬速の持ち主。 外野の守備では引きを処理する能力が高く DNA2 年目の2019年には非公式記録ながら守備指標で NPB 両リーグを通じてのベスト9級のデータが計測されている。ジップの生治は沖縄県立富城区高等学校の公式野球部員として2年時の春から4期連続で甲子園球場の全国大会へ出場。3年時には当時保守だった 石峰和彦とバッテリーを組んでいた。卒業後の1979年から同年に創設されたばかりのプリンスホテル、公式野球部でプレー同部で現役を引退してからも陸上競技のアマチュア選手として100メートル、競争などで活躍している。実施も陸上競技の選手で高校時代に全国高等学校総合体育大会の 短距離種目へ出場した経験を持つ。和樹自身も犬に追いかけながら逃げ切ったというエピソードがあるほど幼少期から足が速い。父の障子については陸上競技を強制されていなかったが野球に専念したいとの意向を伝えたときにやるなら左打ちに取り組めと言われたという。実定の陸も宇都領だの野球選手で和樹と同じ南星中学校の出身。 三年時には U-15 日本代表の内野手として U-15 アジア野球選手権大会に出場した。卒業後の2018年からは DNA の本拠地と同じ神奈川県にある東海大相模高等学校へ在学中、二年次の夏から保守に転校している。三年次の2020年には春に第92回選抜高等学校野球大会への 出場が決まっていたが、年頭から新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で大会が中止。しかし、代替措置として8月中旬に開催の2020年甲子園、高校野球交流試合へ招待されたことによって、親子3代で別々の高校から甲子園球場の試合へ出場するという快挙を成し遂げた。ちなみに DNA の本拠地、 横浜スタジアムでは中学生時代に出場した大会で本類打前述した交流試合の前後に開かれた令和2年度神奈川県高等学校野球大会の決勝でチームの優勝を決める敵地に類打を放っている。2021年4月からは国学院大学へ進学するとともに公式野球部の保守としてプレーを続ける予定。 完成なルックスの持ち主で、高校時代には、校内のミスターコンテストで優勝。ドラフト会議後の指名挨拶では、DNA の吉田隆編成スカウト部長から、やっぱり、ええ男やなぁと声をかけられている。幼少期は巨人を応援していたが、DNA への入団後には、巨人を倒したいと発言している。高校時代の試合日には、一郎にあやかって、カレーライスを食べていたという。 打席で使われる応援歌は2018年6月頃から金城、達彦のものが流用されていたが、同年7月末からオリジナルの新曲となっている。ありがとうございます。